皆さんこんにちは、今日はね、とろみね高原に来ましたね。ここで、まあ、駐車料金を払わない、要するにね、ちょっとみんなの、この自然をね保護するための協賛金で、ね、まあ、おばちゃんが来たんで、ちょっとあんまり車を映さないからさーっと流しますね。で、まあ、おっちゃんらがこの人ね、駐車料金取ってますんでね、ここで500円払ってください、皆さん、ね、二輪車は200円だね。はい、はい、まあ現在ここに平家の里の方でな、一宮の地域止まり、特にこの展望台もあるね。展望台まで行けるかな、はい、まあちょっと東屋かこの辺ぐらいまで行ってみましょうかね。はい、よし、ね、あ、綺麗ね。でも奥の方まだちょっと続きが少ない感じですよね。まあ、この手前から映すのも綺麗な。手前の続きが綺麗もんね、これが。うん、まあ、現在の状況シリーズやからね。大河内高原台、マムシに注意。ね、トロミネ高原、トロミネ高原って言ったんですよね。あるいは奈良の曽根高原とかね、まあ、鈴木の有名なところよくありますけど、やっぱり兵庫県とかね、綺麗よね。パーキングもよくあんねん、バスとかね、ここまで突っ込んできとったからね、さっき。はい、まあ、そんな感じね。峰高原、ここからね、まあ、もうちょっとバーッと広がってきてるけどね。この辺が綺麗な、うん、この辺の風景だよな、ね、この辺がちょっと良さげですね。カーミンちゃんのカステラウッド、ね、カーミンちゃん可愛いよな。やっぱりここら辺に来たらカーミンちゃんが呼んで看板あるし、前ピノキオ館に行った時にカーミンちゃんのあれ作っとったよな、余計グッズは。はい、皆さんも結構来てね、展望台でどこやったかな、ずっと昔来たことあったと思うんだけどな、だいぶ登らなあかんのかな。まあ、せっかくの参考動画やからね、行くのは行っときたいけど、あんまりしんどかったらね、ね、自然の方で、ね、やっぱり手入れしとかんとさ、木が生えてきたらね、進むどころになったらしね。なんか店も出てますしね、これは何でしょうね、プリンです。去年のことになっちゃう、やっぱりやっても袖だと木が生えてくるもんな、これやかんと、うん、木が生えたら大変でした。定期的な維持管理を行う、だから500円払ってるね、さっき、うん、はい、それでトロミネ高原に案内する。展望台でライブとかどれぐらいあるかな、わらびや千枚などが出るか、あと 2,3
たいな、これ。でもええやろか。でもよかったら一遍来たいな。あずまやはそこにあって、コースとしてはコースとしては、はい、ピアと言って左側にいて草、草原ゾーン。みんなそこでね、休んでありますよ。休憩者になるね。ちょっとなんかその階段、今日天気がいいからね、あの高原やからそんなめっちゃ暑くないし、ね、散策道以外は歩くないことやね。あ、山菜取りの立ち入りもあかんねんって。山菜取りたいなあ。こういうちょっとね、雨の日はぬかるみますからね、注意しましょう。ここから見てるぐらい一番綺麗じゃん、展望台まで行かんだよね。下から上を見上げるんでしょうか。上から見んな、上から見んな。あそこがもうあのあれね、要するにあの軍師官兵やら、ノルウェーの森やらのね、撮影場所の平家物語か、そういうあれの対岸やの撮影の看板やね。多分今週、土日とかね、そらく気候がダメになるんじゃないでしょうかね。でもこの辺はあまりなんかないね。勝手に種が飛んでこれだけ広がったんやろな。見てもあるし、水生植物はあんまりこう、あれ、なんやろ、なんかあるけど、重災じゃないけどね。はい、これで分岐になってます。どう行けばいいのかな。分岐になったんだこれ。展望台に行くとして、眩しいでしょうね。コースとかやってると展望台 2.4 キロもあるの。展望台 2.4 キロもあるのって。 2.4 キロ 30分かかるじゃんな。向こうはあれみたい。どっち展望台や、こっちのやろ、600メートル展望台 2.4 キロ。2.4 キロやでも30分以上かな。しかも坂道は上りやろこれ。うわーどないしょ、 2.4 キロも歩けるかな。よいしょ、展望台でしょうもなかったら嫌やな。せっかく来たしね、まあ、皆さんのために状況動画で、ね、あれしましょうね。はい、ありがとうございます。展望台でこっちですね。あ、そうです、あの上の方です。 ありがとうございます。はい、
ここちょっと対抗できないからね。まあまあ待ちながら行きましょうね。さっさあここだけ、あそこ行ったらちょっとあれやわ、階段だろ。あ、めちゃ丸できた。めちゃ丸できたね。水も流れてる。カメラマンの皆さんもぜひ来てくださいね。よいしょ。また写真の撮影会でもあるじゃないですか、これ。あねえ。まだそ、まだめちゃくちゃ人がおれへんから、これ人よけ対抗するの大変やな、これ。まあ、ここやったらまあええけど。よいしょ。え、ハイキングコース？展望台がどっちか書いてくれるか分からへんな。ハイキングコースの方かな。この鈴木のな草原の中で根性があるじゃないですか、あの木ね。ここから太い道が始まる道やろうな。まあ一周ぐるっと回ろう。めったに来ることもないし。よし。カメラマンがね、カラオケ行くやつ。なんか人おれへんってこっち。あれちゃう、あれが東屋か、向こうから見えてるあれが。よいしょ。これ入れてぶっちゃると思うで。よいしょ。はあ、だいぶ上がってきたな。あいたたたたって言うんだい。ちょっと変な写しになるかもしれない。ちょっと左手でも映してるんで、右手が腱鞘炎になりましたね。痛い痛い。はい、ちょっと動画が切れましたね。この道ずっと上がってきましたね。でちょっとこう高台みたいなところに来て、ちょっと来てますね。あ、しようかな。はい。では引き続きいきますか。
さっき展望台まで 2.4 か6か今撮ったから、600メートルは来たでしょ。どれぐらい時間かかるね。ね。ちょっと。確か12時。よいしょ。ハイキングするつもりなかったけどな。いつもこういう羽目になるね、なんか。アウト行ってもアウトみたいな。これだけ取って帰ろうかな。疲れてきた。ね、散策道具はね、結構疲れるんですよ。よいしょ。なんかしたけど、思ったほどでのあれではないね。あ、でもこっちは綺麗わ。やっぱり方がね、出てなかったらね、隙もね。方が小さいでしょ、怒らないですよ。足もバーッと出てなかったやっぱりね、迫力がないわね。はい。でも、そういう意味ではやね、こっちは割と白いな。この辺から映し綺麗じゃないですか、これ。ね。この辺が一番綺麗、綺麗。だって向こうから緑やからな。こっち側はちょっともうね、感じるじゃないですか。よし。時々出会うね、人に。この感じはちょっといいかもね。ちょっと一緒に写っとってね。ワンちゃんは歩かせんとしんどいやろ、抱えて行きよったら。ワンちゃんの足跡もあるみたいやけど。道ちゃんと整備しとんやからな。これ焼くのも大変やな、これだけ。よいしょ。ね。播磨の風景ですよ。ね。から見たら綺麗ね。ありがとう。いいですね。ね。あの下はね、ちょっと粘土系の土でね、固められてるから歩きやすいですわ。ただあの雨が降るとずずず滑るよ、反対にね、粘土系だから。雨はちょっとおすすめできへんな、ここ。野球のスパイクかなんか入ってきたらいいかもしれないけどね。陸上競技用のスパイクかなんかで。
ゴルフシューズだな。動画切れましたけど、あの可愛い姉ちゃんのも上から降りてきたのか、あのスカート姿で。ということは俺も行かなあかんな。ちょっと動画が切り出してきましたね。やっぱり火が当たっとるから。しかもあの姉ちゃんマスクしとったよ。苦しないんかい。花咲いて、これ何の花やろ。ちょっとちょっと、高山植物じゃないやろね、これ。ここにもこのちっちゃい花咲いてるしな。何の花やろな。リンドウか。見かけへんな。やっぱりあれかな。多少高山植物系もあんのかな。はい。さっきの白い花ちょこちょこ咲いとんな。下の方では見かけへんだけど、この辺になってきて見かけるようになってきたな。ちょっと高山系かもな。この白いのね、ポチポチ咲いてるの見えますか。よっ。リンドウみたいな、このあれが急に見られるようになってきたね。ちょっと拡大しようか。映ってるかどうか分からへんけど、うかっとしとったら見逃すねこれ。この辺でよく見られるようになりましたが、さっきの紫色の花、皆さんご存知の方あったらまた教えて、コメント欄でもね、書いておいてください。勉強になります。汗出てきた。ちょっと風は割と気持ちよく吹いてるんですけどね、さすがにやっぱりこれだけ歩くとだいぶ遠くなったね。あれ建物がね、ちょっとおばあさんでは無理ですねこれ。朝前ぐらいで行けるか行かれへんかやろね。ちょっとこれは中年ぐらいのハイカーの人らやったらまあ楽勝やろうけど、おばあさんとかやろうとちょっとね、普段から歩いてない人は無理やね。まあ道自体はそんなね、まあ時々岩はボコボコ出てるけど言うほどじゃないからね。だけどこうして見ると一人で歩いてる人っておれへんな。みんな二人連れか。それはずっと歩いてるだけだ。退屈やもんなこれ、はあね。また動画が切れましたけど、さっきちょっと四五人歩いて後ろから二人が出てきましたね。あそこに見えるでしょ、あれ展望台じゃないですか。なんかそれらしきものが、まあ、分かりませんよ。何かは何かでしょうね。目的地の展望台かどうかは分からない。とりあえず行ってみましょう。あと 何キロとかって書いておいてくれたらいいんだけどな。こんなんでな。まあだけどね、過去私が行ったところのススキの、まあ、トロミネ高原も含めて、トロミネ高原も含めてやけど、まあ、ソニー高原なんかもっとすごかったような気がしたけどね、うん、なんか規模がちょっと縮んでない。もっとすごいな。それは季節があれなのかもしれへんで、今はね。だけどもうススキはね、10月下旬ぐらいになって今日から、見頃は見頃でしょう。
まあ、新聞とかテレビは綺麗なところばかり撮るからね、すごく見えるんでしょうけどね、こうやって実際歩いてみないと分かりませんよ、ほんまどんなとこでもね。そのために、ね、俺なんか来らしてね、私なんか来らしてね、あちこち行って動画撮って感じだけね、あんま過度な期待してきてがっかり言うのも嫌やからね、うん、まあテレビとか新聞は商売やからね、あれそれはもうそれでしょうがないんやけど、え、なんか細なってきたような気がする、これは道はない、こっちじゃない、やっぱりうわ森みたいな、ちょっと日陰入るから動画のキレは収まるかもしれんな。ね、スマホ持ちながら歩くと肩も凝ってきてね、とうとう腱鞘炎みたいになってみて、あれこんなところ道登ってくるんじゃん、こっから入れるんじゃん、ね、入って怒られるやろうけど、季節とちゃう時ってここまで入っておりますこれね。まああの鈴木のまだ暑い夏頃やったら、よいしょ、まあ今はね駐車場お金取られるけど、そんなシーズンとちゃう時やったら多分そんなお金も取られないじゃないですか、ご飯屋さんもあるからね、ご飯食べに来る人も寄りたいやろうからね、そんなあれではないはずやけどね。はい、よいしょ、チラチラと赤い紅葉が見えとんな、さっきのおっちゃんも言っとったけど、みんなあそこ登ってることあれ展望台じゃないですか、わからないけどね。でもあっからもし東屋に行くやったら別ルートがあるはずやけどな。滝に行った時に4に 700m 歩けとかね、いうのはあるけど、あの 700m はちょっときついよな、やっぱり坂道やから。ここはまあ坂は坂でも言うてもそんななだらかなあれやから、思ったほどねめちゃくちゃはしんどくないですわ。あの紫の花あちこち見られるな、綺麗な、なんやろあれ、さっきの姉ちゃんのスカートであれで上がっとったからな、靴も靴のやつで、言うことはいけんはずはないねな。あそこみんなおるわ、あそこに登ろう、とりあえず、あらちょっとまた日が出てきて切れるかもしれへんから早行こう、ねえここまで歩いてきたけどそんなめちゃくちゃ綺麗なとこってありました？まあちょっと多少綺麗ないうとこあったけど、というのは鈴木の種類豊富かね、ちょっとね規模小さいというか元気がないって本当に規模が小さい、それはまあ季節のもんかもしれんけどね、これやっぱりこれぐらいのね規模の先が全体的にまんべんなく広がってないと凄さがね感じられないにくいもんね、うん、せっかくのあれやけどね、このぐらいの先はずっと前面に広がっとったらそれは爽快やと思います、真っ白になるからね、でも緑色のやつとこは
ろちろ見えるいうのはちょっと隙間があるいうことやからね。これもやっぱり花粉症に関係するんだろうかな。これ吸い込んだら花粉になるんやろうか。はい、展望台がちょっと見えましたね。あれ展望台だと思うんですよ。はい、行って確認したいです。ちょっと石がゴロゴロしてるな、これ。杉の方は出てないけど、さっきみたいな白いことないでしょ、ここね。ちょっと茶色っぽくなってるから。だから、規模がすごいように見えないんやな、これ。もっと真っ白だね。あれになってもなんと。まあね。ぐるーっとワンドになっとんねんな。回ってきてワインディングしてきましたよ。まあ、ロング&ワインディングロードやな、これ。ここで一発ね。The long and winding road、ね、長く曲がりくねった道やね。よいしょ。今ここちょっと紫の花よけ咲いてる。いや最後急な登りちゃうかこれ。まああれが最後であればやで。でもあっから見てないもん。やっぱりそれが最後でしょ。問題は東屋につながる道なんやな。もう一回バックせなあかんいうことかな。ぐるっと一周回りたいよな。行って戻ってまた引き直すというよりも。声はするとも展望台が見えず。間違えたか。声は聞こえるからな。よいしょ。なんかスズキの方がよう飛んでるけど、これ鼻に詰まった花粉症なんですよ。よしよしよし。展望台につながる道が見えない。これガーッと回ってるで。全然離れていくやんけ。展望台から。ショートカットできへんねんな、これ。なんかここに岩場があるな。あ、ここにも一言打たれた。まあ、道間違えたら間違えたで、それも動画やからね。間違えないようにしてくださいってできるから。だいぶ上がってきたんやけど、これまあ周りの続きでちょっと周りの景色が見えにくいんでね、もうちょっと見晴らしのいいところでいてからしましょう。あ、そこにベンチがあるわ。立ち入り禁止。はい、ねえ、あの向こうの建物から歩いてきたいからね。ねえ、なんか筋いっとんな。山に筋がいってるのはあれはススキの筋かな。ねえ、はい、ではまたちょっと行ってみましょうね。
ここからガーッとまたマラソン。ここちゃんだから、余計。ここちゃんが歩いてきたのよ。ここちゃんが歩いてきたもん、俺が歩かれへん、はずがない。よし。ああ、みんなよう歩いてるのかな。踏み固められとんな、下が。ああ、これで方角は正しいですわ。ね。一旦ガーッと向こうまで寄せられて、もう一回戻ってくるという、この道の作り。まあ、しかし、その方がなだらかやから、体力的に自信のない人はこっちの方がいいな。だらだら歩いていく方が。俺もそっちの方がありがたいな。急な階段みたいなとこガーッ上がるのね。の壁になっとるから景色はそんなに見えへんけど、一番上に登った時を楽しみにしましょう。やっぱりちょっと太陽は照ってるけどちょっとヒヤッとするね。今日は昨日あたり寒かったもんな、夜。まあまた週末は暑いことだけど、またその後ガーッと下がる言うとったからね。紅葉が一気に来るでしょう、おそらくね。はい。誰かいてはるか、ちょっと止まりますね、そこでね。はい。ねえ。ちょっと置きましょうね。はい。動画が切れましたね。暑くなると熱でね切れるんですよね。もうちょいやと思います。だいぶ氷で冷やしたからね。よいしょ、一発でいけるでしょう、おそらく。あれかな、展望台多分違うのかな。ちょっと行ってみますわ。よいしょ。あ、ここから見晴らしいな。展望台の手前のここから見晴らしがね。見晴らしはええけど、鈴木的じゃないね、これ。なんか単なるこの、単なる草原みたいな感じだから、もうちょっとあってほしいよね、杉ね、これ。よいしょ。はい。しょうがないでしょ、季節のもんやから。自然と季節のもんやから、なかなか思う通りに。よいしょ。またいつかソリ高原行きますよね。奈良のね、で和歌山のなんとかあるとあれ綺麗かな、うん。まあそれ以外にも兵庫県のチャンスがどっかあると思う。ちょっとね、資金不足でなかなか分からんけど。はい。これがなんかどうやらあれみたいなんか展望するとこみたいですよ。よいしょ。ちょっとね、拡大になっていくかもしれないから、縮めるわ。あ、階段あるわ。これは、富根公園の 1.8 キロって何？もういいでしょ。なんで 5.1 キロと 1.8 キロと両方あるわけ？よくわかんない。あ、今こっちから来たからこっちに抜けられるよとか。これが東屋に行く道ちゃいますか。ねえ、東屋に抜ける道行きたいね。はい、階段登りましょう。よいしょ。方角から言うと向こうが東屋のはずないけどな。これ今ぐーっと曲がって上がってきたからな。そうやな。はい。女の子らね、もぐもぐタイムやね。はい、上からの感じやね、これね。山がね。
おい、あそまやに行くには戻らなあかんのか、それともそっち行ったか。向こうかから行って向こうやしな。あのコンクリートの道がそうちゃうの、あそまやと。なあ、分かれ。うん。じゃあなんかそこから降りてって。え？ああ、そういうことできるのか。うん。よし。あ、そ前でどっちの方ですか。わかんない。前はね、なんか向こうやと思うけど、ちょっと今見えてないんちゃいますか。行き方はこれですかね。いや、わかんないもんね。誰が？あずまや行くのは、うん、そっち行かないか。こっちですか。この道で。方角はわかんない。今ここなんだよね。はいはいはい。展望台見えます？見えます。で、今こっちから僕ら来たんだけども。あ、そっちから来た。うん、僕らはこっち来たんで。あずまやって下、これここだからね、うん、こっちから見えてない、見えてないか、うん、ここからは見えない、こっと向こうなのかな、そう、そうです、あの、うん、見えとったら、あねか、コンクリートのあの道行ったとこやと思うんやけど、ね、あねなの、でもこっち行ったらハイキングコース 5.7 キロって書いとるからね、いやだからその、でもこれはこう来たらやっぱりそれしかな、これしか道ないんですよ、ね、だってそこ通ってくじゃん、あの人がおるとこ、はいはい、あれ、うん、あそこだよ。ああ、あの道しかないよね。あの道行くんだわ、ずっと。そうですよね。確か前行ったけど忘れて。そうですか。まあいっぱい行ってみますわ。いや、ありがとう。2回ほど来たけど忘れて。ご主人こっちから来たってね。え？こっちから来た。こっちから来た。こっちからね。はい。すすきののところ。ああ。よし、今行ってみよう。ね。もぐもぐタイムができますよ。まあ、こっちから行ってみよう。ダメ元でこんなとこで迷いてないけど、この道しかあれへん、第一な、よいしょよいしょ、こっちから行ってみよう、あれがあれやね、あの展望台ね、こっからの景色はまあまあかな。ちょっと落ちとこう。ね。まあ、方角が間違ってないはずですよ、こっちで。ね、松。こんなとこよう松生えたな。なあ。ね、山焼きしてるのに。ね。松ぼっくり。誰か前、工作で松ぼっくり拾っとったな。ここからの景色がいいな、はい、すみません、あずまやってどの辺ですか、向こうか、あずまやずっと降りていって、うん、あそう、途中にね、見えますね、あ、途中に、ね、なんで多分高いとこ下ってです、あのコンクリートの道から来はる人は多分あずまや行きます、あずまや行きます、あ、ありがとうございました、ちょっとどっか分かれ、よいしょ、今こっちの方、よいしょ、どうやら向こうらしいですね、あずまやね、行きましょう。こんにちは。あずまやとこれ行ったら行きますか。これずっと私あずまやの方から回ってきたんです。あ、回ってきましたか。ありがとう。みんなに教えてくれるの、助かるわ。いや。今どの辺や。これあずまや。今さか展望台のこの手はここ、ここら辺やと思うねんけど。こっち行って背景。だからこれずっとさ行ったら一本道なんやけどね。左は行かれへんようになっとんねんな。私こっちからこう来たんです。ああ、それが良かったですわ。はい、ありがとう。しんどかった。向こうもしんどいですけど、もう、でもない。うん。待ちすぎて、もう見えますわ、待ちすぎたら。うん。おばちゃん。あ、1.4 書いてあるやんけ。あずまやを経て 1.4 キロや。あ、1.4 キロやったらなんか行けそうやな。な。はい。うわ、これちょっと危ないな。滑るな、これ。やばいな。雨の日来られへんな、これ。まあまあ、まあ、野球のスパイクかなんか入ってこんと難しいだよ。でもスパイクで踏んだ後ボロボロになるからな、余計危ないなって怒られるわね、そんなことしたら。うわうわ、
ちょっとツルでね、足が引っかかるときあるから注意してください。ツル性植物でね、足が引っかかるから。あのおっちゃん、杖ついて。崖やん。崖みたいなのかよ、これ。あのおばちゃんは、のんきにスマホ取っとけだよな。大丈夫かい？よいしょ。みんなやっぱりな、どこのんのか気になるからな。うん、まあ、ところどころ、ここちょっと、あれはあのは立つからね。標識は。したけど、的を置いた標識用はね、もし、印がない時があるから。あずまやどこやで、あずまやの文字がなかったら、あれやもんね。だから、ハイキングコースはええねんけどね。あずまやね。大丈夫ですか？あ、あめですね。ちょっと、ぬかろんどるね、ここ。よいしょ。ちょっと。うわ、ここまたね、あの、一本松みたいなの越えたらね、皆さんも客から来た場合、あの一本松目指してください。あずまやから来た場合。あれこうしたらもう展望台目の前です。目の前に見えますからね。また力が湧いてくるでしょう。よいしょ。登った後は、涼しい。こんにちは。展望台の前のところ。あのね、もうちょいです。あの松行ったら見えますわ。あ、そうですか。曲がったところからもう、あと100か200ぐらい。まあ、目の前に見えるから、元気になりますよ。はい。みんなこれ出会った人の情報を言うのが一番早いです。よいしょ。あ、うん、ありがとう。左ですか。向こうから来たんですか。向こうから来ました。展望台のところにあるんですか。展望台ね、もうちょっと行ったらあの坂の、あの坂登ったらね、あの松が見えますからね。その松が遮って前が見えへんけど、松まで行ったらもう目の前に見えます。まあ、あの松まで行ったら100か200ぐらいでしょうと。はい、はい。ありがとうございます。はい。ありがとうございました。こちらこそ。はい。ちょっと足が上がれないっつって、ちょっとゆっくりいかんとけつまずきそうやな。なんか牧場みたいな、これ。なんかソニ高原のススキという、ソニ高原ちゃん、トノミネ高原のススキというよりも牧場みたいな感じになってきましたよ、これ。下りに入りますからね。上りは、上りはしんどいけど、下りは今度すっ転びに注意やね。元気な人が下ってきたら先の姉ちゃんかな。よいしょ。ちょっとね、スマホ持ってるからね、バランス悪いんでね、ちょっと揺れてると思いますけどね、ご勘弁ください。ちょっとこれは体質が危ないな、ここちょっと面倒して危ない。ちょっと酒を避けますね。要件ずらずら登ってきやったね、これ。知っといた方がいいと思う。空もね、秋やから高鳴ってきたな。はい、団体客が行きました。はい、はい、ありがとう。阪神ですわ。二手に分かれてるからね。ここ一番滑りやすいわね。こっち行こうか。うん、行けますね。そっち二手に分かれてこれ行け。よーし。よし。なんか下からだいぶ飛行機上がってくるな。なんでやろう。昼過ぎたからかな。でもご飯食べてからこれの方がしんどいで。ね、皆さん。蕎麦屋で蕎麦粉。よし。ああ、日傘さして上がってきてるやつがおる。堪忍して
日傘さしてくるとこちゃいますね。危ないですね。よいしょ。フェイスマスクしていきたいのな。よいしょ。ああ、しんど。滑るわ。滑るで、ここ。危ない危ない。滑るから注意。なんかね、カップが。団体客がよく上がってきます。いいくしょ。ああ、さすがの姉ちゃんも傘は閉じはったね。傘開いたもんでございますよ。よし。はい。え、こっからやったらまだまだやね。だいぶあります？うん。折り返してくるまで。折り返してくるまで。もうてっぺんはすぐですか？いやいや、てっぺんはまだだいぶある。どれぐらいですか？そうやね。これ多分な、こっからやったら2、30分かかるんちゃう？上まで？うん。上っちゅうか、展望台までね。展望台まで。うん。で、そっから降りてきてるんですか？そっからまたわーっと回って、向こうのルートがあるからね。すいません。上はもう、上は向こうから上がってきて、こう回って、展望台通って、下の東へ向かうんですよ。で、反対に、私の東へから展望台に向かうんで。だから、まあ、時々出会った人に、あとどれぐらいって聞かれるねんけど、うん、もうここやったらもまだだいぶいいからなんですよ。ああ、そうですか。もう、で、待って。どうやってですか、展望台。まあ、言うほどすごいことはない。でもまあ、せっかく来たやからね。でもね、バスの時間がある。あ、それやったらやめた方がいい。ね。うん。ありがとう。よっしゃ。ね、時間にとらわれとったらちょっと危険やな。向こうから下りもだいぶ時間歩かなかったね。ここから上りを考えると最初はかかりそうでしょ。東屋を経て出たね、交流館へ。ねえ。これ、あれ、こっちやね。こっちやね。ありがとう。ここはちょっと、あれ、階段状だとね。はい。じゃあ。ありがとう。よし。でも東屋を経てやから東屋まではもうちょっと近いでしょう。この辺の道はまあ雨でもちょっと大丈夫ですね。まあちょっと水たまりはできるやろうけど、粘土質じゃないからちょっと岩石っぽいからね。めっちゃ長い動画になってる。まあいいでしょ、散策動画たまにはね。こういうのもなんかゲートみたいなので、ち
指でね、時々浮かくと指で隠してもらうからね。よいしょ、さっきのおばちゃんちゃうこれ。こういう感じね。はい、これが多分あずまやなんじゃないですか。あずまやね。よいしょ、これあずまやでしょ。ちゃんとその標識が欲しいわね、あずまやと。これ目標の。あずまやな。この付近で見られる鳥やって。まあ別に鳥には興味ないから。まあでもまあ興味ある人おるかもしれんから、うちとか。はい。鳥ね。はい。でこの辺はアラビみたいな余計入るみたいにしてこれ。ね。でも取ったらダメやで書かれとったからね。この辺の景色の方が綺麗じゃないですか。でもあんなね、展望台って。うん、ね。ちょっと私の写真もちょっと、写真というか、ね、こういうものが必要でしょ。その子じゃない。この上こう。ちょっと切るところね。展望台みたいな。ね。もうちょっと展望台で写真撮ってたよ。いや、これだけあの火が当たれば、あ、ここから見たら綺麗わ、割と。うん。まあまあ綺麗。ね。はい、皆さんどうですか。私綺麗に映ってますでしょうか。ね。もうじゃあさっきからのトマトの話と。はい。さっきの分岐点のところまでで終わりますね。行きしなね。分岐しましたでしょうか。あのちょっと出っ張ったところ、松から見たらちょっと綺麗かったな。ね、展望台行ったら何も見えばな。白いもんね。何がピーピー言うとね、うん。さあ、ついに着きましたね。はい、着きましたね。回ってきましたね。はい、はい、そんな感じでね、本日もご視聴いただきありがとうございました。トルミネ工房ですね、ちょっとね、思ったよりはちょっと規模がね薄いんですけど、まあそれでもね、あのちょっとハイキングをするちょっとした運動にはいいと思いますんでね。駐車料金500円いりますけど、またねいらっしゃられたらどうでしょうかね。はい、それではよろしければまたね、高評価とねチャンネル登録よろしくお願いします。はい、本日もねご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バルドしとくわ。なんか今カメラマンがよく撮るかな。ここからおじさん、鈴木、ここからみんなが一番綺麗じゃん。萌えよ剣とかね、軍師官兵衛、平の清盛ね。ちょっとここだけ見さしてもらって、ここからおじさん綺麗ですね。平の清盛、ノルウェー、萌えよ剣、軍師官兵衛ね。はい。まあ、ここから一枚だけ映しましょう。Thank you.